却目指すバルセロナ、25億円の資金確保きた。カタルーニャラディオが報じたところによれば、バルセロナはユニフォームパンツスポンサーとして UAE のメドゥーサ社と3年契約を結ぶ模様。バルセロナはメドゥーサ社から年間500万ユーロ約8億3000万円、3年間の総額で1500万ユーロ約25億円を受け取るとのこと。8月12日に行われるジョアン・ヴァン・ペイル杯モナコ戦から同社のマークをつけたパンツを着用してプレーする見通しのようだ。昔は堅くなにスポンサーロゴを入れないでいたのに、かつて胸スポンサーをつけなかったクラブがユニフォームパンツにスポンサーか。格闘技のパンツみたいに入れまくったらどう？ゴールシーンは後ろからも多いからお尻とかふくらはぎにもスポンサー入れよう。ユニセフにお金を払ってでもユニセフのロゴをユニに入れてたクラブとは思えないな。まあ仕方ないか。全身わけわからんマークがついたユニができそう。金入ってよかった、で終わらないでまずは財政状況を解決してほしいわ。フレンキーの給与の件もそうだけど、それらを解決しないまま選手を取ることはやめてほしい。恥ずかしい。クソダサパンツになっちまったよ。やっぱ強い頃のユニフォームってかっこよく見える。自分はロゴがない頃のバルサが好きだった。もう数年我慢してスポンサーつけまくろう。全身ロゴだらけのクソみたいなユニになるが。